それで遊び論という話です。まずデッサンとは何かというお話をしましょう。まずデッサンのポイントをですね、いくつか分けてお話をしたいと思います。まずは形を正確に写し取るということで、よくディスケルという覗き窓を使っている人がいますね。で、あれは何かというとですね、透明なそのガラス目のに十字を引きまして、それを実際の被写体に当てて、画面の中でどの位置に物があるかということなんですね。これを発明したのは実はルネッサンスです。遠近法を発明する時の道具なんですね。よって石膏デッサンをやる場合でもですね、遠近法と同時に画面の中にどう収めるかっていうトリミングなんかも全部合わせてこれを使ってるわけなんです。で、初心者の場合は、ディスケルを使ってはいるんですけれども、これに頼りすぎると非常に書きづらくなりますので、注意してください。その2番目にですね、形がある程度正確に位置づけられたら、今度は膨らませる、つまり立体的に見せるということをやってみます。この図のようにですね、向かって左側は輪郭だけで描いています。で、輪郭だけでは形は膨らんでこないというふうに、普通でこう考えます。ただこの輪郭線だけで形を描いていく分野の人たちって結構いまして、一つは解剖学なんかの図なんかでもそうですね、ある程度の立体感を感じます。それから漫画を描いている人たちなんかも、この主線だけでほとんど質感や量感、いろんなものを感じさせなければいけないわけですね。だけどこのいわゆる素描、デッサン、アカデミックな西洋絵画におけるデッサンっていう概念の中では、光を当てて立体的に見せるっていうことが、目標になってるわけですね。じゃあ光を当ててみるとなぜ膨らんでみるのか、影が生まれて膨らんで見えるということになっています。それではですね、この球体を見ていきましょう。球体の中で、今言った稜線と言われているものですね。これです。これは稜線ですよね。で、ここは実は稜線というのはもっといっぱいあります。果てしなくですね、こういう稜線もあれば、こうもあるし、こうもあるし、こうもあるし、いろいろ触れてくるわけなんです。ところが、光と影という見方で来るとですね、ちょうどこれが太陽に当たっているお月様だと考えて、ここの部分です。この部分が光が変わるところです。いわゆるここが夜空の中に消えていき、こちらの部分が、光が当たって我々が明るく見えるところですね。このように見ていくとですね、稜線は無数にあるのだけれど、面の変わり目は無数に球体においてはあるんだけれども、光がこう変わってくるところですね。ここがですね、代表的な稜線という考え方になってきます。これを実際にこうまた変えてみていきましょう。球体をですね、実際に分割してこう考えて、ここに中心点があります。この中心点に対して等間隔にこう分けていくわけですね。だいたい1センチずつこう区切ったとしましょう。で、こう点々がそれぞれ置かれているわけですが、それをそのまままっすぐキャンバスの上に持ってきて、このキャンバス自体は透明で透けてくるキャンバスだと考えてください。ここに球体を写していったときに、どういうふうに見えるかというとですね、これです。正面に近いときはだいたいここは、1センチ、9ミリ、9.5、8、7.5、7、じゃないね、5ですね、5、4、3ミリ、で、1ミリみたいな形で、あと0になってきます。
このようにですね、等間隔に置いたにもかかわらず、この、この何て言うんですかね、この消失点に近づくにつれて、限りなくゼロに近づいていきます。これを何というかというと、遠近法というんですね。あとは、ただ遠くに行っただけじゃなくて、斜めになったときに、その寸法は短く見えてくる。ということになります。ということはですね、ここがアウトラインの部分になるわけですね。ここです。ここです。つまり、アウトラインの近くになるということは、これ見てわかるように、だんだんと密集してくるわけですね。で、手前のところですね、ここはですね、手前のここは、この辺は、だいたい等間隔で、スカスカなんですが、だんだんとこっち行くとタイトになってきて、間が狭くなってきます。つまり、アウトライン周辺は密度を上げて描かなければいけない。球体を描くときに、アウトライン周辺は密度を上げて描くということです。じゃあ、密度を上げて描くとはどういうことでしょうか。その密度を上げる策例を表しました。先ほどカーソルでもって、ちょっと下手くそな線でぐる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 青で囲っていましたが、あれは両線を探っていくわけなのですが、このように、毛糸玉を巻くように、球体に毛糸玉を巻くように、ぐるぐる巻きにしますと、そこに明暗がついているとかではなくて、何か球体がそこにあるような錯覚が我々の視覚上を起こってきます。この絵のポイントとしては、中心部分は結構スカスカです。この部分ですね。それに対して、このアウトライン周辺は密度が上がっていることが分かってきます。つまり球体を描くときにですね、アウトライン、まあ、球体だけではないです。ある厚みがあるものに関して、そのアウトラインスレスレのところは密度がある程度上がってこなければ、その比較的に立体視するということが難しいということなんですね。その辺心がけて書いてみるといいと思います。多少ですね、向かって左側の方は少しこう数が多いのと筆圧が上がっているので影になっていますが、基本的には同じ均等の力でもぐるぐる回すと、明暗法というよりは何か視覚的に膨らんでくるということが起こります。このようにですね、縦横斜めのハッチングが重なるおかげで、鉛筆の線とその隙間から見える紙の白さ、これがチラチラとした光の効果、それから一感なんてものが現れます。油で言うとですね、レンブラントなんかがシルバーホワイトでハイライトを、インパスを乗せて、そして乾いてから透明な油絵の具をかけて、それから拭き取ります。そうするとですね、マチエル自体がチラチラとした光を生むような効果が出ます。さあ、光とはどうやって表すのでしょうか。それはですね、実際にこう輝かせるということは無理です。ですから、我々が光を見たとき、チラチラと輝いて見える。視覚上のチラチラが光を表すんです。それと比べるとですね、影はどう見えるでしょうか。別に真っ暗闇になるわけじゃありません。反射光が当たり、緩やかな、穏やかな光が当たってくるんですね。その場合はしっとりと見えて、チラチラがありません。ですから、このところのように、ここはしっとりとしている。こちら側はチラチラです。ですから、チラチラはハッチングを重ねてくる。そして、反射光の方はしっとりとティッシュで擦り込むんですね。こういう技が使われてきます。そして、光の方はですね、髪の白さを生かしながら、だけれども、白さを保つためになるべく固めの鉛筆を使ってみるんですね。そして、この辺の硬さとこの辺の硬さはおのずと違ってきます。回り込みの方はより引っ込んでもらうために、
6H8 に組みますが、こっちの方は H から 2,3H ぐらいの幅で書くわけですね。でこの辺も紙によって当然違ってきます。あと注目してもらいたいのはですね、この地面のところですね、接点が1段くらいです。それ離れたところはだんだんとここの球体のですね、ここの間っていうのはそのままですね、こう来てこの隙間があるんです。この隙間によって反射光、こちらの反射がこう落ちるんで、この辺は割と明るい。こう消しまして、結構反射があることがわかります。これがですね、敷物が黒いとまた別なんですが、白いものの上に球体を置くと、反射は意外と明るいということに注目をしましょう。さて、これになりますとですね、方法が変わりまして、紙から鉛筆ではなくて、木炭紙に木炭になります。鉛筆の場合は、ハッチングという技が使えます。線と線を重ねり合わせることによって、トーンができるだけではなく、その面、線の持っている動きから面そのものを触っていくように表現することができるんですね。ところがですね、木炭というものは、木の焼きカスというか炭なので、大雑把なトーンしか出ません。大雑把なタッチしかつかないのです。ですからそのまま塗っていくと真っ黒になります。実際のトーンの出し方以上にですね、面の変化というものが大変描くのが難しいことになってきます。そこで、考え方としては、先ほどのように球体の両線とは無数にあるという考え方が鉛筆デッサンでは可能になりますが、木炭の上でそれをやることは不毛です。そのように描いたら真っ黒になります。ですから、大まかにこれだけの両線を引いておくと立体的に見えるかなといういわゆる CG で描くところのポリゴンのような、そのような素描方法をとっていきますね。で、竹ひごというよりは竹の繊維で、運動会のためのくす玉みたいな、なんていうか、それを作るような感じでぐるぐると縛りながら描いていくわけですね。例えばここでちょっと見ていくとですね、こう来てこう来ます。おっとっと、こう来ます。そうすると、ここのとこは結び目になります。ここも結び目になります。つまり交点はちょっと強く書いてあげるとそこが飛び出してくるという視覚的な効果がありますね。それから手前に来るとか強くやるか、奥の方はちょっと弱めにやるか、書いてから少し手で押さえる、なんてことやります。擦るという方法がありますが、この時点では擦る方法は賢明とは思えません。なんでだかわかります？擦ると木炭は取れちゃいます。取れるというのは染みついたように広がってしまいまして、この線の効果を出すためには、押さえるという方法が、役に立つわけなんですね。そこのポリゴンの状態のものから少しトーンをつけて面に還元したところです。先ほどのポリゴン上の交点はこういうところ、こういうところにだいたい集約されていて、こういうところもありますが、さ、ここの線から少しこちら側は擦っております。そしてこの辺はちょっとタッチをつけてますよね。木炭はハッチングは使わないのだという意見もありますが、いや、昔の木炭ですと見るとかなりハッチングが入っています。もし知らない人がいたとしたら、それは見たことがないわけなんですね。実際は入っていますね。質感を出す上で擦っただけでは、あと乗せただけでは、石膏自体の持っている硬さは表現できません。で、先ほど鉛筆デッサンでもうちょっとお話したような効果が、ここら辺の影の部分でも表現されています。お確かめください。こんな感じですね。はい、この続きです。先ほどの取っかかりのポリゴンに上昇をかけた後にですね、もう今一度この柔らかい木炭でもって両線にたっぷり調子をつけてみます。それからですね、
少し擦り込んだり、ティッシュで擦り込んだり、タッチをしたりとかしています。少しずつ聴取を増やすのと同時に、ただ聴取を増やすのではなくて、面を増やすんですね。球体において面というのは、ちょっとナンセンスな考え方で、曲面なので、この面、あの面と言えないです。全部つるーんと融合していますが、そのように木炭を使ってしまうと書けません。ですから、意識的にゴツゴツと面をまず取ってみることなんです。そしてさらにですね、リタッチをするんですが、どこをリタッチするかというと、少し今度はやや固めの木炭。緑色の箱に入っているエキストラハートというものですが、あのぐらいのものが一番硬くていいと思います。それを力入れずに木炭の腹でもってハッチングを重ねます。明るい面ですよ。そうこんな感じになります。で、それを、次のようにまたやってみましょう。こうです。ティッシュで押さえます。こすってはいけません。こすったらこのせっかく書いたタッチは消えます。押さえることによって浮き上がった木炭は押さえられて、鉛筆で言えば H から 6H なんかの硬い方、幅を使ったのと似た効果を期待できます。いや、まあ、あくまで木炭なので、鉛筆のようにはいきませんが、あまりにもシャープすぎる線はいけない。軽くハッチングを重ね、それが浮き上がらないようにティッシュで持って押さえつけていくわけです。さて、今度は暗い部分ですね。暗い部分も面を分けていって、やはり今度は硬い木炭をかけながらまた押さえていく、こすっていく。徐々に面を増やしながら調子を増やします。いたずらに調子を増やすのではなくて、調子イコール面だと思ってください。そのつもりでどんどんと調子ならぬ面を増やしていく。これに心がけましょう。ある程度抑えられた、そのグレーに発色する木炭の面。先ほどハッチングをしてからティッシュで押さえた面です。その部分に練りゴム、もうちょっとホルダー状になっているペンテルからなんか出ているクリックイラーザーという消しゴムですね。プラスチック消しゴムの鋭いやつです。それをカッターナイフの芯の部分がですね、消しゴムになっている白物があるんですね。それでハッチングした方がさらにいい効果が得られます。しかしない場合はこの練りゴムを細く小よりにして、そこから線をこのようにハッチングを抜いていきます。調子に乗ってどんどん抜くと真っ白になっちゃうので気をつけましょう。ただしですね、これは白の木炭じゃないですね、チョーク。あれば白い絵の具を筆で描いているような効果があり、これによって、ただ単にデッサンが影だけで描くのではなく、そこに光を描き入れてくるのだという意味にもなります。木炭だけではなくてですね、鉛筆においてもそのような仕事をしないとなかなか光が得られないことと、後半の方でちょっとお話をしますが、そもそもの西洋のデッサンのあり方とは、有色のグレーのような字とか茶色の下地の上に黒で清楚描をし、白で描き起こしたという伝統があります。それは西洋絵画の本ちゃんの絵がそういう描き方をしているからなのであって、黒だけで影で光を表すということは、どちらかというと銅版画のような世界、銅版でもエッチングとかエングレービングの世界ですね、メゾチントだけはちょっと違いますが、というような技法によく用いられるわけですが、普通に絵を描いていく場合はこの光を抜いていくっていう作業が結構重要な作業になります。そのためにも少しこういうことも心がけてみてください。はい、このように、面が複雑に分かれてきました。で、今度はですね、影の部分です。ちょっとこれ球体が浮いたように見えちゃいますけど、手前の方が強く、ですね。
ょっと強めにする、奥の方は抑えていくわけです。で、影の方のこういう稜線なんかももっと複雑にして、なるべく面が多く見えるようにする。最初はボコボコしている面ですが、数多くの面をつなぎ合わせることによってだんだんと丸くなることに期待しながら描いていきます。さて、この人間の顔もですね、少しポリゴン状に木炭で描いてみました。で、ここにここからですね、少し鉛筆をかましていきます。これは木炭と鉛筆の併用の方法ですね。で、ここで一つ分かるのは、ここにこういうラインが見えますね。デーモン小暮さんなんかここにシャドウを入れるわけですけども、実はこれはこういう形ではなくてですね、こういう形とこういう形が交差した線が これになってくるわけです。ですから、こう形というものがあるかくくられた面、こういう面と思わないで、こう人の顔でも回しながらですね、こう描いていくことが大事です。目なんかのですね、このここにある骨の眼窩というものの中に目ん玉が入ってまして、ここに球体のまぶたがこういうふうに入ってきます。こういう形を意識していくことですね。鼻なんかもですね、鼻の正面の形と側面があります。そしてここのアンダーの底辺の面があります。それをそれぞれですね、こう分けて書いていくことが大事だと思うんですね。はい、それでは先ほどの、少しポリゴン状にした木炭鉛筆のかませた上にですね、ハッチングでもって鉛筆で滑らかに書き込んだところです。唇のですね、概念としてはですね、この唇のところをですね、こういうふうに書く人がいるんですが、これ唇の概念、唇としては間違っています。むしろですね、大切なのはですね、唇のここです。ここの台形になる部分です。ここですよね。これが唇の厚さになってきます。そしてここの部分ですね、これは何かっていうと、こう鼻の下のこのラインがあって、ここは唇はここです。唇の入り口ここです。口です。ここの部分の肉の断面の厚さがこれになってくるわけです。で、これをとりあえず考えておかないと、まあ、いけないわけですね。で、ここもそうなんですが、鼻のこう影があります。この中に鼻の穴があるんです。いきなり鼻の穴を描くと、この立体がなくなってしまって、これもおかしなことになってしまいます。さて、これ UFO が当たってんじゃ、飛んでんじゃなくてですね、手術台のライトだと思ってください。ここに患者さんが寝ています。なんで手術台のライトはこんなにいっぱい電気がついてるんでしょうか。つまりは影ができないようにですね。だいたい手術をやるときにはですね、こちら側と向こう側で対面でもって、ドクターがオペに至ります。その時ですね、お互いの手が影になったり、他者の、体が影になると、患者さんの患部、それから切開した部位がですね、見えなくなるんです。これ大変危険です。そうなってくるとですね、見えないから手術ミスが起こりやすくなります。それを避けるためにライトをいっぱいつけるんですが、ここで一つ問題がありますね。先ほど立体感を出すには影が必要だという話をしました。で、その理屈で言ったら、このようなライトで患者さんの患部を照らした時に、そのそれぞれの部分が平面的に見えて立体的に見えなくなってしまうではないだろうかと、まあ、一瞬危惧をするわけですね。ところが、それは差にあらずで、立体的に見える秘密がそこにあるんです。それはまた後半の方でまたお話をしましょう。
さて、とりあえずライティングという話をしましょうね。先ほど手術台は全部光が当たってしまっている。だから一見立体的に見えないという話です。で、これはですね、とある会社の映るんですというカメラですね。今あんまり見かけませんが、パシャッと映した時に、大体こう、どんな人でも映るように、フラッシュが勝手にストロボがたかれるようになってしまうんです。で、特にですね、暗い神社と境内がどっかにですね、はい、みんなで着物を着て記念写真しましょう、なんてパシャッと。まず起こってくる忌まわしい出来事としては、ここにハイライトが当たっておでこが光ってきます。はい、次に何が起きるかというと、はい、赤目現象というのが起きますね。これも不気味です。そしてですね、これ、はい、周りに不自然な影が落ちますね。ちょっとなんか、爆弾が落ちてパーッと閃光が当たってですね、こう焼けついたみたいな、こうなんかこういう非常に不自然な空間感になってきます。これは怖いですね。で、これは間違いなく絵のモチーフとしてはアウトです。ですからこのようなスナップ写真を撮ってきて、これをモチーフにして描くのは言語道断ですね。写真から描いてはいけないっていう、意見もあります。その理由についてはですね、まずは実際に見ないと先ほど言った立体感がつかないです。立体感の問題については後でもう一度考説しますが、ともかくとして立体感を出すためには、物をまず見ることなんです。平面ではなくてです。それから、もう一つは写真の場合はですね、よほど状態いいのものでないといけなくて、それからいろいろな角度、それからいろいろな方法でもって何枚かのパターンを取ってこないと資料としては使えないんですね。で、まし、それでも光の片側からの光が当たり、稜線が見えて、それで反射光もあるという自然光さながらの、自然光の中でもかなり光の調子のいい環境で撮影しなければいけません。それと比べるとですね、このようなインスタントカメラでパシャッと撮るとですね、間違いなく良くない写真が撮れてしまうんですね。だから緊急事態のスナップ写真、正規の瞬間を撮らなきゃいけない、観光地に来たけどカメラを忘れたって、今はスマホがあるのでほとんどそういうことがなくなっちゃったんですけど、昭和の時代はやはり手ぶらで来ちゃった人で、わ、絶景なの撮りたいっていう時には確かに便利ですね。それから風景を撮る分にはほとんど問題がないです。ところがですね、闇の中で人の顔を撮るとあんまりいいことが起こらないのがこの図の写真だということになってきます。さて、光の状態としてはここで見てくるような片側の光かな、直射が当たって稜線がこうあってですね、ここから影がこう来ないわけですね。反射があるんですが、まあこれは、わざわざ反射の場合はですね、下地の色を残しています。さあ、この技法は何かというとグレーの技法と言います。僕の出す課題の中でグレーの紙に木炭鉛筆とそれからスワンスタビロのオテロというパステル鉛筆というものですね、のホワイトです。その2つで素描をしましょうという課題をよく出すのですが、家庭の場合はですね、なかなかこの材料がなかなか手に入れることができません。実はチョークでもなんとかできます。それからですね、少し手こずるんですが、色鉛筆の白でもワンちゃんいけるわけですね。で、その時に、影は鉛筆、ハイライトは色鉛筆。ただ、100均の色鉛筆だと色が出ません。ローブンが強すぎるがためにダメなんで、顔料濃度の高い、割と、メーカーが出しているものの方がいいと思います。で、とりあえずですね、この話はどういうことかというとですね、はい、どうなってるかというとですね、ざっとアウトラインを取って位置を決めるんですよ。その次、稜線決めます。そして、影をまず描いていっちゃう。こういう影のとこを描きます。で、
こういう意向調子はですね、グレーの紙の中間色がそのまま使われているので、そんなにいじんないです。そこから今度はハイライトから始めてですね、こういうふうにハイライトをこういうふうに置いてですね、少しずつこういうふうに乗せていくわけです。こすったりとか緩やかにしながら、ただ、この両線のとこまでいかないように、この辺でだいたい8分ぐらいでやめておくんですね。こっちはうっすらと乗せることありますが、両線には絶対白はかぶせないことです。なんでだかわかります？両線とかぶせるとそこがグレーになり違う色になるのと同時に、せっかく両線の部分から光が当たらなくなっていて反射光に移り変わるんだよ、すなわち面が劇的にそこで変わってるんだよということを説明するチャンスを逸してしまうからです。ですからここで見えるようにですね、両線の両線のですね、このこっち側ですね、はこの辺で止めておくこと。それからここの部分はもう白は置かない。その代わり白はですね、ここです。このアウトラインのとか白結構置いていて、それからこっち側こうやってちょっとぼかしていきますよね。こうすることによって何が起きるかというとですね、ここです。非常に、アウトラインの内側が暗く見え、周りが明るくなることによって、空間が抜けていくような効果が得られるんですね。こういうの際光と言います。逆にここです。こっち側ですね。アウトラインの内側はものすごい明るくなっていますが、外側に暗い木炭を積極的に乗せています。その方法論をとってですね、この絵を描いています。北側の窓のあるアトリエですね。で、奥の曇りガラスから光が当たっていますが、人間はこの場合はほとんど逆光になってくるんですね。で、石膏デッサンは白いんだということで、白に人を描くことに慣れちゃうとですね、ついつい人に白を置きたくなるんですけれども、背景まで描く場合は大抵背景の方が逆光の場合は明るくなります。それから人の足元の方が暗くなってくるんですね。このことも注意しましょう。それからモデル台のですね、毛布の部分のところもタッチをつけて位置感があるように描かなければいけません。で、このようにしてですね、木炭鉛筆、それからパステルですね、チョークとか、色鉛筆の場合はですね、置いちゃうと木炭が乗らなくなりますので、鉛筆と色鉛筆のオンリーにした方がいいと思いますが、このような方法でもって、ハイライトというね、白で起こすんです。こういうのを白色不出と言います。白色の不出というのはですね、白色ですね。それからこうです、浮くという字を書きまして、浮き出るということで、うわ書きづらい、白色不出です。さて、先ほど言いかけたですね、立体感のことです。手術台の上に乗っている人、影がないと立体感がつかないので、距離が確かに見えない。だと仮に決めたとしたらです。したと。手術をしている外科のお医者さんたちは、つい距離感とか立体感を間違えてメスで草ってことが起こんないだろうかという危惧でした。実はそれは起きません。なぜかというと、僕らの目は一応2つついてます。片方事故で亡くなったりすると、片方しか見えなかったりすると、この立体視は全くできないんですけれども。2つ目があるおかげで、立体的に見えるんですね。簡単に説明しますとですね、右側はどうなってるかというとですね、この右で見ているものは、ここのポイントです。ここは右で見えます。
ところが左目で見るとですね、ここで、ここを通過するためにここの部分は見えないんですね。同じことが左側でも同じことが言えてまして、この目ではですね、ここは見えてくるけれど、ここは見えてくるけれど、左、右側で見るとですね、ここを通過してしまうと、ここのポイントが見えなかったりします。というふうに、右と左では違う情報が見えるんですね。で、実際にですね、自分に対して人差し指を当てて、自分の目に近づけてみてください。だんだんと指先が分かれるんじゃないかと思うんですね。それどういうことかと、焦点が合わなくなったために、2つを統合することができなくなり、分かれてしまうんです。ある程度の自分にとって見やすい位置にすると、2つの情報は脳の中で一体化し、くっついて見えて立体的に見えます。でも、厳格によく注意してみると二重画素になっているところがあるんです。これが厄介ですね。目がちらちらと動くとそれを感じないようになっていますが、じーっと見るとですね、どうも2本に見えてくる。乱視でない限り、普通に見えます。乱視だともっと分かれちゃうんですけれど、乱視ではないんですけど、ちゃんと分かれます。これどういうことかというと、右と左では実は全くじゃなくて、少しずれた画面を見てるんですね。で、それを頭の中でくっつけます。さあ、昨今流行っている 3D 画像とは何でしょうか。映画でもそうですね。メガネかけさせられますよね。そうすると、右で見てる情報、左で見てる情報で、実は映画の中の信号がありまして、右のレンズ越しだとその画像は見えないという信号を出します。左のレンズにはやっぱり色がついてまして、その左のレンズ越しでは見えない画像もあるんです。そうするとですね、お互い右と左では違う画像のものが一つに信号で見えるように頭の中でくっついて見える。ということが起こってくるわけですね。で、メガネを外すと2つとも見えるんでブレてるんですが、メガネをかけるとちゃんと、統合されて見えます。単に統合されるだけではなくて2つの画像がくっつくんですね。で、これはあくまで目の作用というよりは頭の作用です。 A と B という別々の事象がちゃんとくっついて立体的に見えるということは、それは完全に脳で見てるんですね。このことがですね、よく分かった体験がありまして、ピカチンキットの、カンニングメガネというのを買いました。カンニングメガネはですね、グラス越しにですね、レンズの奥に鏡がついてまして、右側 の席の人と左側の席の人の答案が見えるようになっているわけですね。で、メガネをかけているのでわからないという、一応そういう話になっているんですが、これは何かというと、カモシカとか牛なんかが見ている霊友の仲間の視界に近づけたものではないかと最初思ったんです。で、これはすごいなと思って買ったんですが、あたかも360度のパノラマの世界が頭の中で広がると思ってワクワクして買いました。あろうことが何にも見えないんです。何にも見えないというよりはですね、左の画面と右の画面がぐっちゃぐちゃに合わさりながら多重録音の二重録音の写真を見てるみたいに幽霊が飛び交ってるみたいにですね、全くわからない世界が展開してきました。パノラマどころか立体すらもおぼつかないものになったわけですね。ハッとしました。そういえばそうだなと。僕らの目はそういうふうにできてるんではなくて、ちょっとしたズレが頭の中で統合して立体的に見えるような脳みそなんです。そしてその視覚なんです。だから目が横についてれば霊用になるかってわけじゃない。僕らが不幸にして横に目がついてたらもう何も見えなくなるわけです。ってことはですね、霊用の仲間は脳みその構造が我々と違っていて、二重視による立体視の復元ができないようになってるんですね。これが霊友の仲間の視覚のあり方というよりは脳の作り方です。で、僕らはあくまで狩りをするために、自分の位置から遠くの位置までの距離が分かるように作られている。逃げるためではなくて、襲いかかるための目ということになってきます。
こういうのをですね、複眼遠近法と言います。A と B で事象が違ってくるわけですね。複眼で最も優秀だというか、進化しているのが昆虫です。我々は昆虫というのは下等動物だと思っている嫌いがありますが、とんでもないですよ。昆虫を素手で捕まえられますか？飛んでいる灰が捕まえられますか？捕まえられないわけなんです。宮本武蔵が箸で捕まえたと言いますが、果たしてどうなんでしょうか？つまり、彼らはですね、何十個もついている複眼で持って、今言った多重の映像をですね、頭の中で全部マルチで合わせてるから、超立体が見えるわけなんです。奥行きも周りの、なんていうかな、空間まで全部完璧に見えるんですね。ものすごい世界ですよ。で、それは我々には体験できません。あるアトラクションで、昆虫の目を再現したアトラクションがあるとか言ってですね、いっぱいかカメラを置いてパーッと見せたんですが、何の意味もありません。いろんな方向のものがたとえそこの一辺に30くらいのカメラというかテレビに映っても、それは昆虫の疑似体験にならないんです。で、あろうことかですね、このことを言ってある生物学者の人がですね、昆虫の目は非常に退化している。こんな複雑ないっぱい画像を見たら処理しきれなくて、見送りも取れないわけだ、役に立たない目だと、いや何を持って言ってんだろうと思ってちょっとびっくりしましたけれども、逆ですよね、目は一番進化している。我々はせいぜい2つです。3つあったら多分混乱するでしょう。ところがですね、あんだけの目の目の数を持ちながら完璧に見えたとしたら、これ地上最高というか最強の目なんですね。だからこいつらを相手に捕まえようなんていうのはもう言語道断、難しいですね。というわけでですね、その複眼というもののおかげでよって僕らは物が立体的に見えます。ところがですね、立体的に見えない位置があるんです。ここの人は立体的に見えます。ここです。この人が問題なんですよ。せっかく我々の目ん玉が離れていて右と左に分かれていますが、先ほど言った問題点、この交点がですね、ここでは矛盾が見えない位置ができますが、離れちゃうとですね、両方とも見えちゃうんですよ。そうすると右と左目の情報がほとんど変わらなくて、遠くに行くほど立体感が分からない。絵に描いたものなのか本当にあるものなのか、遠くに離れると分からないんですね。近くに行くと、あれ？なんだ？フラットか。ということは、そこにあります。もし、そういう問題が全くないんだとするならばですね、すごくそばに寄っても、やはり立体的に書いてあったら立体と間違っちゃうはずですよね。ところが我々は、どんな完璧な立体写真であっても、そばに行ったらフラットであることがわかります。ところが遠くで見ると、わかんなくなってしまうんです。これが騙し絵なんですけど。ある、実験がありまして、高速道路で実験をやりました。高速道路の幅の、道幅のところですね、同じグレーのですね、道と同じ色の幕を張ったんです。で、時速100キロ以上で走ってもらって、で、どこで気がつくか、それが道ではなくて、ついたてというか、幕が張ってるだけだってことに気づくかですね。で、気づいた段階でブレーキを踏むんですが、大体突っ込んで、ぶつかるというか、幕を破って向こうに行っちゃったらしいですね。つまり、ゆっくり歩いてくればですね、直前になって立体、それがですね、立ち上がった空間であって平面ではなかったというか、道ではなかったことに気づくわけですね。で、遠くだと気づかない。だから、気づいた頃には減速ができないんです。ですから、制限速度の100キロって何かということになるんですね。100キロ以上になると、直前に何か出たときにもう対応ができないんです。周りと溶け込んでしまったときに気づくスピードというか、それが100キロが限度だろうということになってくるわけです。では、ここで少しまとめましょう。左と右の目のズレの幅によって生じる 3D 効果ってこう書いてありますね。これをですね、絵画に表現するためには単に写真のように光学的原理のみを追いかけても表しきれないということですね。目で見て知覚した3次元の実感ですね、これをいかに、
平面上に置き換えることができるのかということが、これがデッサンの究極のテーマとなります。それでは立体的に見える、解決案ですね。それが一つは、対象の遠近ですね、強弱コントラストを実物よりも大げさに描くということです。上の方のものですね、これですね、これは写真的と言われています。影って写真ではすごく暗く映るんで、黒くくるくるやりますが、かえって描くとですね、その黒黒としたところが出っ張って見えることがあるんです。ではで、特に背景をつけない日本画のデッサンなんかにおいてはですね、アウトラインって実際はこのぐらい黒かったりするんですが、わざと淡くします。なぜだかわかります？手前と比べて引っ込んでいるところが、コントラストがこんなに強くなってたら、これが奥が飛び出ちゃうんです。後ろがかなり黒くなってれば別なんですけれども、結局のところ白バックにおいてです、白バックにおいて書く場合は、アウトライン寸前のところはほとんど壁に同化するぐらいの淡いトーンになっていないと空間表現とは言えないわけですね。それに比べて両線というものは手前にかなり来ているという認識があります。だから両線は柔らかい鉛筆でちょっとカリカリと書いてみる。そして奥まったところは擦り込んだりとか、なるべく硬い鉛筆で押し殺したように書くということです。そのことによって、奥に行くところは、紙の白さとあまり変わらないトーンになるおかげで融合し、奥に行き、手前の両線の部分は意識的に柔らかい鉛筆でザラザラと置いてますから、知覚的に手前に飛び出てくるということが起こってくるわけですね。これによって、目で受けて感じた、脳が感じた立体視というものを平面で描くことができるんです。言うならばですね、カメラというものがなぜ具合が悪いのかという答えが実はここにあります。僕らの目は複眼です。複数の目です。2つの目で見ています。ところが、カメラは一眼なんです。一眼レフがダメだったら二眼レフがいいのか、そういう話ではありません。あれは、全く構造が違うので、因果紙に焼くこと自体が一眼なんです。2つの画像を取り入れたところで、我々はブレた写真を見ることでしかないんですね。だから、あくまで僕らの脳が見ているその映像を、平面で第三者が、あの人はこう見たんだな、こう感じたんだなっていうことを伝えるようにするのがデッサンです。これは大変難しいことなんですね。